にタケノコもあるし、キノコもあります。私の朝昼ご飯です。うん、さっき映画見てきたよ。私はタケノコ派かな。どっちも好きです。どっちも好きだよ。あゆみのこと褒めてくれてありがとう。すごい、あゆみちゃんのファンの方に届きましたね。本当にいい子だから。じゃあ化粧してきます。びっくりした。なんかさ、私さ、え、黄色い花みたいなインテリア置いてたっけと思ってここら辺に出たから、したら違かった。稲穂みたいなの投げてくれたの。キノコでしょ。だってどっちも好きだけど、タケノコですね。みたいなセミューズ、やっと下ろしました。でたん、大きい、やっと下ろせました。メイクをしていきます。うわ、見て、すごい綺麗にね、入れたんだよ。じゃじゃーん、じゃ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 、めっちゃ綺麗に入れました。キノコ派多いですね、めっちゃ。そうなんだ、みんなキノコなんだ。そう、これはもう初期の T シャツ大好き。そう、あの前髪は嬉しいです。まだちょっと起きたばっかなのでボケてます。起きながらキノコを食べてます。早く化粧したいのに頭が回りません。一緒にメイクしようかな。分けて食べる派の人もいるんですね。私はそのまま食べます。うん、スキンケアラロシュポルテージ。スキンケアじゃない、間違った。誰？お友達でした。これはラルシュポゼの、もうね、4個目ぐらいかも。これ好きすぎてずっと使ってる。これももうストックで持ってる。ラルシュポゼエファクラマット保湿ジェルクリーム、ふわふわしてて好きです。これを全顔に塗ってきます。なんか最初はね、鼻周りとかだけにしてたんだけど、最近はもうずっと全顔。みんなお申し込み、間違えた、みんなお支払いも終わりましたか。サイン会とさ、お話し会のね、申し込みしてくれて当選した方の即決済終わった。天才じゃん。あ、すいません、明治食べてます。なんかね、外れちゃった方もいたみたいで、なので絶対に絶対に絶対にお支払いしてください。なんだっけ、今日の12時、夜の12時まででしたっけ。お昼の12時だったらあと6分じゃん。話し会たくさん行くよ、ありがとう。あ、今日の夜の23時までだから、みんな申し込んでね。お手洗いしたよ、ありがとう。たらこれも大好きです、白くなるから。キャンディードールプラブライ
ートピュアベースミント、私は緑を使ってます。これはねめっちゃ真っ白くなるから好き。カレンちゃん、もう本当に可愛かったです。ありがとう、また来てね。サイン会外れちゃ、なんかね外れたって言ってたみんな。当たったって人もいたし、外れたって人もいましたね。効率的ゲットならだ。うん、なんか香水の火じゃなくても外れましたみたいな。一生名前、あ、間違えた、一生懸命名前呼んでくれたのが嬉しかった。一生名前呼んでくれたのかだと思った。一生懸命名前呼ぶよ呼ぶよ。私鏡使ってなかった。ショールームのこの映ってる画面でやったらね、とんでもなく分厚くなっちゃうから、化粧が、鏡を使いましょう。え、今日って晴れてますか、曇りですか。ちょっとまだよく分かってないんですけど、今日の天気はどうですか。全日程取れたのに見に行けないの、後から見なっせ見なっせ。まあでも本当はね、その時に見てほしいけども。雨降りそう、えー、マジ、やー、曇り、やだ、やんなっちゃうわ。寝ました、ほぼ夏です。あ、名古屋の方はそうなんですね。うん、熱中症まだ気をつけてね。朝とかさ、まだフラフラするよね、歩いてるとめっちゃフラつくの。その度に私はアイスカフェラテが飲みたいと思って。何時までやる、ダラダラやるよ。サナのメイクが終わってからもちょっと喋るよ。ぴょん。あ、ファンデーションはね、ちょっと待って。ファンデーションはこれです。ルナソル。ルナソルグロウイングウォータリーオイルリクイド。01番ライト、これはもうずっと使ってる。もう使い始めた日まで覚えてるよ。あのオーダーリンとセノビンラブの MV の日からこれ使ってるんだ。メイクさんがね使っててめっちゃいいと思って、そのねメイクさんからね教えてもらうものがなんか全部良くて、今私が使ってる入浴剤があるんですけど、ソロコンの差し入れでね、そのメイクさんが今ちょっとお仕事を休んでる方なんですけど、いつも仲良しのメイクさんがね差し入れ、あ、ソロコン来てくれたんですよ。行きたいって言ってで来てくださって、そんでもって差し入れをくれたんですけど、あ、真っ白、そう、来てくれたんですけど、差し入れをくれたんですけど、そっから時止まって前に進めない。で、入浴剤をねくれたんですよ。ヒノキの匂いの入浴剤とヒバの匂いの入浴剤をくれたんですけど、それがねめっちゃ まあまあなお値段がするんですよね。
したらそれは田中みな実さんとスチャラさんもなんかおすすめみたいな、めっちゃいいみたいな言ってる入浴剤らしくて、おしゃれブラシ、これはなちゃんからタンプレにもらったの、ずっと使ってる、めっちゃいい、私は本当に大好き。お風呂がね本当に大好きなんだけど、もちろん入浴剤もね匂いフェチなんで好きなんですけど、ここは温泉かって思うくらいめっちゃ良かったんですよ。本当にヒノキの匂いがすごくて、クレッシアレさんにもらったリップなんかお土産でいただきました。本当に良くて、マジでマジでいいんですよ。おはぴぴぴおはぴぴぴ、本当に良すぎてびっくりします。ぜひ気になった方は調べてみてください。まあまあなお値段するんですよね。しかもそれで4回分ぐらいしか入ってないんですけど、まあ、チュッチュッチュッってやったらたくさん借りるのかもしれないんですけど、まあ、約4回分ぐらいのお風呂なんですね。マジで本当にいい、特別な日に使ってます。髪染めてないよ、色落ち。色落ちです。そう、なんか髪染めたみたいな、明るくしたって言われたんですけど、ひれまひれ。パウダーはミーネがずっと使ってるっていうキャンメイクの01番、シークレットビューティーパウダー01番の方を使ってます。私は最近マジでコンシーラー塗るの忘れちゃう。昨日もコンシーラー塗るの忘れちゃったんですよ。あれなんかなんか足らないなと思ったらコンシーラーね、塗るの忘れ、コンシーラーはこれです。ディオールスキンフォーエバースキンコネクリクトコンシーラー 0N、 一番明るいやつが欲しいんですけどね今は。あ、今日お休みなの、いいね。気になるとこにちょこちょこちょこって塗っていきます。ね、今体育祭やってるって。何それ、いいね。職場だから音出せない、うん、頑張って。こんな感じで最近ねメイク変えたんですよね。下地とかはファンデーションとかは変わってないんだけど、アイシャドウ、涙袋を変えました。あーちょっと疲れたから食べよう。これから友達と遊びます。うん、やっぱ眉毛描かないとちょっと怖いんだよ。怖いんだから眉毛描く。もやし食べたいな。うん、ちかぞうさん今週末イコラブ映画遠征します、だって。嬉しい、ありがとう。眉毛はなんかシェーディングで描いてます。キャメイクのこのシェーディングで描いて、なんか好きですこの色が。なんか書いてます、だからこれでタタタタタって書いてますよ。お昼何食べたらいいかな、なんだろう、逆に何食べたいんですか。家にあるんですか何かが、それとも今お外ですか。暇つぶしじゃないよ、ちゃうんちゃうん、お出かけするねんな。今日はお出かけするねんからお化粧してるねんか。
今日ねお仕事があったんですけど、それがねあのバラシって言うんですけど、あのなくなったんですよ、リスケになったんですけど、予定は入れてたので、その予定に向かって私は突き進んでいきたいと思います。で最近好きなのが眉毛をこの一色じゃなくてアイシャドウをのせるのがすごい好きなんですね。眉毛をちょっとここの茶色いっぽい色でちょっとだけこんな感じでピンク赤っぽくするのが、髪明るくなってきたらこれを結構やります。なんかね眉マスカラあんま好きじゃないんですよね。そのなんて言うんだろう、塗りましたみたいなやつよりこうファーファーの方が好きなんで、最近ねコンタクトをね聞かれる、カラコンしてるんですけど、コンタクトなんか変えたみたいなことをめっちゃ聞かれるんですよ。なんかすごく聞かれるんですよ、自分のファンの方だけじゃなくて、もうなんか最近カラコン変えましたみたいなこと言うんですけど、私はイコノイジョイ、今年のイコノイジョイからこのコンタクトにしてて、これはエバーカラーワンデーのナチュラルブラウン、いやちょっと待ってナチュラルブラウンみたいな、結構もうめっちゃでかいんですこれ、でっかいんですけどめっちゃ好きで漏れるんですよね、これの時の顔面が。あんまりね目に光は入らないんですけど、なんかでかいからコンサートとかはめっちゃ漏れますね。雰囲気優しく見える気がする。眉毛描いたからちょっとマシになったくないですか。次アイシャドウになります。最近は下まぶたから埋めていくのが好きでこれを買いました。アイムミミスティックシャドウウシマー、間違った、スティックシャドウシマーだった、ウシマーじゃなかったした、スティックシャドウシマー003番を下涙袋にの手横、なんかあのこれあれだね、ショールームのライト当てるとすごく白っぽく見えるんだけど、あの生で見ると結構くすんだピンクみたいな感じで可愛いんですよね。白く見えるね、なんでだーん。さっきはこれをね塗っております。私で次はアイシャドウ、さっきのこのパレットの同じ色をまあ、こことここちょっと混ぜて目尻三角ゾーン塗っていく。うしまー、あ休憩中なの今、お疲れ様だ。私はこの三角ゾーンを塗るときに絶対この顔をして塗ります。なんかこうやるとねずれるんだけど、こうやるとなんかね塗りやすくて私はこのようにして笑って塗っております。決して面白いわけではございません。このようにして笑って塗っております。はい、塗れましたね、できました。そうしたらですね食べます。あ取れちゃってる、塗ったら、なんだ次、なんかマジで頭が回ってないんですよね今日。酸素が薄い、頭に酸素がいっていない。さっきのアイシャドウはアイシャドウ
こう塗ってきます。この色、このアイシャドウパレットは一生読めないんですけど、 MD ショールモーメントアイシャドウパレット03でございます。これめっちゃ可愛い、本当にイエベさんはめっちゃ使いやすいと思う。でもどこで買ったか本当に覚えてないんです、このアイシャドウパレット。薄めに塗ってきます。何時に起きたの？11時。やばくない？嬉しすぎる。こんな11時に起きるなんて久しぶりすぎてさ、夢本当に5個ぐらい見ちゃった。うん、あくびしたら酸素もあるんだって。あくびね。あー出ない。マジでね、本当に昨日ね、だから今中学生日記を見てるんだけど、中学生日記っていう有村架純さんのドラマをね見返して見てるんですけど、よし明日は11時とかに起きるから絶対夜更かししようと思ってたのに寝ちゃったんですよ。12時半くらいには寝たかな昨日。寝ちゃいました昨日。最近ねもうね、ほんと12時ぐらいには、ね、寝ちゃうんですよね。前まではドラマを見たりとか映画を見るのがすごい好きだから、部屋を暗くして映画とか夜中の2時3時とかに寝てたんですけど、最近はなんかもう毎日毎日がもう忙しくて、最近はもう家帰ったらすぐお風呂入ったりして、もう寝る。今何話目？今ね9話8話。めっちゃいいとこよ黒岩くん。10話でした。めっちゃいいところですね今本当に。みんなは何時に寝てますか？これはラブライナーですの、これも大好きなんだ。何ブラウンだっけ、ブラウン、ブラウンです。ブラウンを塗っております。そう、夜更かししようと思ってんのに眠くて寝ちゃうんですよね。さっき寝てさっき起きました。仮眠ですねそれは。それはなんていうかわかりますか？仮眠って言います。そしたらチークを塗ります。チークはペリペラピュアブラッシュとサンシャインチークミルキーピーチ、これ塗っていく。6時に起きた。ネットフリーの映画、ネットフリーか、マスクガールだっけな、あの韓国のねマスクガールってやつも面白いし、あとなんだっけな、あれねねねねね、はね、ワンピースも気になってるんですよね。ワンピースもね気になってるし、あの実写版のやつも気になってるし、あのね、あくび出た。
ドラマ、あとはマスクガールも面白い。逆にありますか、なんか。あ、面白いんだな、ワンピース。え、じゃあちょっと見てみようかな。ちょっと気になります。気になる。で、この一生なくならないクラランスのクリニックだった、クリニックのチークを塗ってます。3年4年前ぐらいのなんかクリスマスコフレなのかわかんないけど、なんか限定のやつなんですけど、一生なくなりません。ありがとうございます。さて、マスカラをねしたいんですけど、私マスカラ本当にやるのが大嫌いなんですよ。なんでかっていうと、最近まつげがちょっとパラパラと落ちてきちゃいまして、まつげパーマが。その時のマスカラを塗るのが本当に嫌いなんです。まつげが絶好調の時はまつげが早くマスカラしたい、早くマスカラしたいっていう気持ちなんですけど、あー、マスカラの時間がやってきてしまう、やってきてしまうって思っちゃうんですよ。って感じです。そんな時はこの蓋がどっか行きました、まつげホットビューラーを使って無理やりでも上げていきます。なんかやっぱね、パラパラと落ちてくるのがいっちゃん嫌なんですよね。マツパはね、月1に絶対行くよ。絶対月1に行く。ね。そうなんよ。お、めっちゃ喉鳴っちゃった。すごい喉に何かを買ってるぐらいになっちゃったよ。これをね、こうやって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 応急処置みたいな感じですね。これちょっとやっていくんですよね。このようにして、まあまあまあこんな感じしたら来ちゃったよ、この時間が。マスカラを塗る時間、マスカラはもう一生このコンビじゃないとやってけない。もうこのコンビが解散したら私もうダメです。このエレガンスのマスカラ下地とミルクタッチのロングマスカラ、かわいいうさちゃんが、このコンビがないと私本当にダメなんですよ。ダメ、本当に。ちょっと待って、真剣に濡らして。ここはね、おふざけ一切いらないですから、真剣に濡らせていただきます。たとえ変顔になろうが絶対に綺麗に。今ちょっと見せられないぐらいの変顔してるからさ、本当にマスカラ塗る時って本当に変顔だから、ちょっとごめんなさいね。今ちょっとこんなショールームでさらせないんですよね。大真剣ですか、大真面目に塗っております。結構たっぷり塗りますね、私は。はい。朝だからさ、ロリツ回ってないんですよ。そうしました、塗りました。そしたら塗ります。
ミルクタッチのマスカラはね、ほんとまぶたにつくんですよ。まあそれは後から取るとして、わ、やっぱマスカラ塗ると全然顔が変わります。うん、誰ですかですね、本当に。じゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、すごくない？目が、目がって感じですよね。こんな感じで、こんな感じになります。普段のお仕事の時はこの後ペンシル、リキッドアイラインもね塗るんですけど、今日はまあ別にリキッドはいいかなって感じなので、ペンシルアイライナーで終わらせます。でこのマスカラが乾いたらまた追いホットビューラーします。で目の下をちょっとね、目に光を入れたいのでキラキラを塗るよ、これを塗るよ。ここにキラキラをのせるとやっぱり目に光が入るんですわよね。じゃじゃん、どうでしょうか、変わりました。髪の毛はストレートアイロンして、今日も帽子かぶるからもう前髪はやりません。じゃん、下はすから前で寝とこうかな。これは何ですか、スカイハイ、え、メイメリンスカイハイブラックを下まぶた、あー違う、下まつげ、塗りました。何塗りました、あとは抜けているとこさえ、彼女のエリア、あ、シェーディングですね、大事大事、シェーディングを塗ってきます。さっきのこのキャンメイクちゃんを、キャンメイクシェーディングパウダー05番をこれでもかってぐらい塗ってきます。謎にこんな塗りにくいブラシを使っておりますめっちゃ使いにくいんだけど、もういやと思って使っております。やっぱ影って大事よね。シュッシュッシュッ、削ってゆくよ、削ってゆくよ。なんかこれは本当にね、塗っても塗ってもなんか塗り増した感が出なくて、本当影影なのかなって思うぐらいの自然な色なんですよ。だから結構私はたっぷり塗っちゃってます。今日はゆっくり、今日はねゆっくりだよ。おでこも
私おでこがデコパチなので、ここもデコも塗っていきます。いいなぁ、 4DX で見てきて、マジで行きたいんだけど、もし皆さん私を見かけても話しかけないでくださいね。バレたらやだな本当に。サワツンが一人で 4DX 見てたみたいな。バレたくない、一人で 4DX が一番恥ずかしい。オーラ消していきますから。はい、あ、そうです、お母さんと親戚が見に行ってくれました、映画館よかったねって言ってました。こたつのこたつね、やっぱさ、インタビューパートももちろんいいんだけど、やっぱライブパートをさ映画でちゃんと見たくないですか。だからね、映画はその理由かな。 2D でもちゃんと集中して見たいし、あとはもう 4DX で楽しむっていうのもやりたい。これはリリミオです。リリミオ01番カーディナルローズです。でーす。ライブパート 4DX やばいよ、ほんまに。ほんと？いいな。いいな、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 いいな。もう2回見てきた？いいな。私も見たいよ、ほんとに。トリガー、確かに。トリガーのさ、イントロってなんであんないいんやろうな。絶対バレるよ。じゃあ絶対東京で見るのやめようっと。どこで見よっかな、どこで見よっかな。東京意外に少ないですよね。東京、関東は埼玉とか千葉とか幕張の方でもやってるなと思って見てたんですけど、どこで見ようかな私。北海道地区で見ようかな。それか沖縄で見ようかな。佐賀、佐賀行こうかな。佐賀、長崎、熊本もいいね。熊本だって馬刺しがあるじゃん。沖縄、うわ沖縄いいね。 4DX もあるし、いっちゃいますか。愛知？愛知ですか。大阪行きたい。大阪マジで行きたい。ユニバ本当に行きたい。間を取って、なんて読むの？大垣？なんて読む？私の隣の席もみんな泣いておりました。うん、木を隠すのは森の中で人が多い方がバレないよ。逆にね、だからさ、帽子とかさ、なんかマスクとかした方がめっちゃバレるんちゃう。だからもう普通にこれで行こうかな。イコラボ T シャツに行って、サナのグッズ持って、みんなのペンライト持ってったら、あ、めっちゃサナツに似てる、サナツの推しの人だって思われるんじゃない。どうよ、どうよ。そしたらもうさ、逆にあんなに堂々としてるんだから絶対メンバーじゃないでしょって思われるんちゃう。どう？バレないよ、みんな映画に夢中でしょ。みんな映画に夢中なんだからバレないよ。とか言ってさ、全然見に行ってさ、全然バレなかったらおもろい。
く見たいんだよ私は。早くお話し会とかでさ、みんなと感想を言い合いたいんだよ。内容は全部知ってるんだけど、やっぱ映画館の感想とかも言いたいじゃん。いい香りでバレる。ぜひ 4DX で見てほしい。見たい、見たいよ。サナツのソロコンもメンバー分かった。やっぱみんな帽子とかかぶるからじゃない？帽子を深くかぶるからバレるんだよ。これをさ、帽子をね深くかぶんなかったらバレないんちゃうって思ってるよ。めっちゃ話変わるけど、デニーに行ってきた。めっちゃ変わるやん。いいな、ハロウィン。めっちゃ混んでるくないですか？昨日ね、友達ともね、行きたいねって話してて、今混んでるくないって。だから前に8月3日自分の誕生日の時に友達とディズニー行ったんだけど、本当朝から晩まで行ったんですよ。もう本当にね、もうやばかったんですよ。しかもその時さ、行かないじゃい終わって、毎日リハリハリハリ、夏祭りのリハがあったから、リハ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 からの自分の誕生日の時オフもらったから、それで行って一日中歩き回って、またリハリハ本番みたいな感じだったんですよ。すごない？ファンの人がいつも、サナツン体力お化けやんみたいな。意外と空いてた。あ、みんな空いてたって。うん、平日だったら空いてんか。みんなはランドとシーどっちが好きですか？私はもうドナルドに会いたくて、ドナルドに心をつかまれちゃったからさ。最近はね、あのエコラブのスタンプとやすこさんのスタンプをめっちゃ使ってます。はいってやつ、はいだけで4種類ぐらいあるんですよ。あれはいだけで、なんかはいってやつと、はいってやつと、はいってやつと、はいって自分のはいを指してる、はいっていうスタンプがあるんですけど、それをめっちゃ使ってます。めっちゃ使いやすくて、私は高木ひとりひとみまるさんも大好きなんですけど、さすがに高木ひとみまるさんのスタンプはないらしく悲しい。中山きんに君のスタンプは2種類も持ってるよ。エコラブのスタンプめっちゃ使ってる。うん、めっちゃ使ってる。私もめっちゃ「へ」を使ってます。へも使うし、あと神も使うし、何だろうな、何使ってるだろう。ペコリも使うし、ありがとうも使う。へが使いやすすぎる。ほんそうなんや。マジであれさ、超使いやすいよね。もうめちゃめちゃ使いやすくて便利です。便利なスタンプを私は作ってしまったと思いました。あとはめっちゃ早起きの仕事の時はいつもグループメッセージに送るんですよ。マネージャーさんに起きたらスタンプを送ってくださいって言われるから、そこで今起きましたっていうスタンプをめっちゃ使ってる。
カバのカバンが未だに使い方わからん。確かにそれわかんないかもしれない。なんかあったらとりあえずへ、そう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 、いいんだよ、とりあえずへって、へでいいんだよ、とりあえずね。起きるの一番早いのはショコちゃん。ショコ早いし、あんころもちこも早い。 LINE のスタンプ送るの早いね。そこらへん早いかも。私はね結構遅い方、後半メンバーだと思います。ご飯食べたいけどさ、家に何あったっけ。野菜があるから野菜炒めでも作ろうかしら。あと10分ぐらいしたら終わるね。何これ、オンライントークに参加する電波の悪いオタク、キュー太郎さんやん。やばい、確かに。ちょっと待って、ありがとうございます。うん、画面が固まっちゃってる。やば。これは誰した。やばすぎる。まあ、うちらはね、この電波が悪くなったり固まったり、私の声が聞こえないとか、みんなの声が聞こえないって言ったらすぐ中断されてまた新しくできるようになってるんだけど、これ最後までやるのはめっちゃおもろいね。最後まで今度やってみようかな。スタッフさんが中断押さない、あ、押さないでください、あ、このままでいいんでってやってみようかな。ずっとバグで喋ってるっていうのをやってみようかしら。まあオンラインあるあるだよね、本当に。人増えてくのはねさすがにねダメなんだけど、おもろいねそれ。いつまでオンラインになるんですかね。まあ今シングルもオンラインか、15枚目シングル、うん、オンラインか。あるんじゃない、対面お話し会。日程増えるといいね。あとはなんか大阪とかそっちの関西の方も行きたいなってめっちゃ思う。関西の方とか来るの大変だから、の方も行きたいなって思ってる。なんか増えてってるよね対面。この今回も、今回は2回10月にあるじゃないですか、来月。楽しみ。10月本当にねパワーもらえるんだよね、みんなと喋るとね。西の方行きたいです。10月楽しみすぎる。まあ今月もお話し会あるよね。30日明日オンラインお話、あ、明日だ、あ、明日だ、明日だ、明日だ。対面後ですもんね、対面お話し会後のお話し会ですから、嬉しい嬉しいよ。
話そうね、たくさん。ね、9月終わるんだよ、早い。もうそしたら周年コンサートだよ、みんな。周年コンサートの準備は OK かい？みんなはどっち来るの？どっちもって方もいるの？いるの？どっちも！お、どっちも！両日、両方とも、おお、みんな優秀。お、どっちも、おお、嬉しい、ありがとう。そんなにね、やっぱ埼玉スーパーアリーナすげえって感じです。なんかすげえって感じのライブだと思いますんで、楽しみましょう。一緒にお祝いしましょう。開演ギリギリ、いいよ、来てくれるんなら。お仕事お疲れ様。お仕事ことのね、この疲れた体に染み渡りますよ、イコラブちゃんが。うん、瀬戸リアって今やってますよね、ファンクラブのイベントかな。みなり連覇楽しいんだけどはい、こんにちは。今は授業中。いいな、朝も授業受けたい。何でもいいから授業受けてみたい。豆粒の指名に幸せ感じるのかな。感じるやろ、だって同じ空気吸ってんでしかもまあ大きい会場あるある、この上位の時もそうだったけど、みんなの近くに行く場合もあるじゃないですか。小さい会場だともう行けないけど、大きな会場になればなるほどみんなのところに私たちも行きたいってなるので。同じ空気吸ってんで、ほんま。大成功したらドームに近くなるね。やばいかも。あと私は本当に全員見てるからね。みのりのペンライトマジ全員見てるよ。あのさ、トロッコとかで行くとさ、みんなさ、そのメンバーおしめじゃなくてもさ、こうペンライト変えてくれる場合とかもあるじゃん。あのお立ち台とかで立った時とか、そのステージのところに行った周りのみんなが、あのそのおしめんじゃないけどペンライト変えてくれる場合とかあるじゃない、優しいファンの皆さん。楽しいもん、私も、はあ、みんなみんなってなる。いや、さなちゃんと目が合わなかった、うん、じゃあそういう目をしてるんですね。私は見てるから、私は見てるからそういう目をしてるんだよ。もうクリーンな心で見たら、もうどんな時でもあさなちゃん僕と私と目合ってると思うから、さなが後ろ姿であってもあさなちゃんこっち見てるなって思うからみんなこじらせ、こじらせちゃダメだよ。こじこじはこじらせのこじですか。こじらせちゃダメ、絶対おしめにこじらせちゃダメなんだから。おしめに対してはもういつでも脳みそはお花にしましょう。どんな時だよ。ああ、さらちゃんの距離はすごく遠いけど、さらちゃん今日もこっちを見てるでっていう脳にしましょうね。さらちゃんのガファーを見つけた時の顔好き。はいはい。本当にね、もっと可愛い顔したい。なんかあみたいな、はっって顔したいのに、なんかいつもみたいな顔しちゃうから、それをカメ子さんとかに撮られた時に、あ、なんでもっと可愛い顔でファンのみんなを発見できないんだろうってめっちゃ思う。
なんかはっみたいなはっっていう顔したいのに、はっいつもこのあの運動会の5歳ぐらいのあの運動会の顔をね絶対しちゃうんですよ。絶対あの顔しちゃうの、の顔をねしちゃうんですよ私。感想、え間違った、感謝祭のお見送りさなつんすごく目を合わせて反応してくれて幸せだった、チカードさんそう、お見送り会なんてあんましたことないからさ、もうできるだけみんなと目を合わせたいなって思ってたよそれも個性マジであの顔したんですよねじゃあそろそろ終わろうかな。最近緑の服買ったから着ていこう、かわいいね、超かわいい、ぜひ緑着てきてね、目が良くなるよ。あ、確かに真横が大きい通路だったら変なドキドキ感ある、絶対これ撮ることあるじゃん、絶対お手伝い来るじゃんみたいなおもろい、かわいい、絶対トロッコ絶対トロッコって言ってさ、ちょっとさトロッコが出てきたりスタッフさんがさざわざわざわってこう来たらさ、えキャーみたいな、え絶対これさここ誰みたいななるよね、わかる。それでさイヤモニにめっちゃ聞こえてるんよなんかねめっちゃイヤモニなんかあのこの前のツアーがあのトリガーから始まってあのみんなお立ち台登場だったんだよ、3階2階席3階席とかだったから、もうねもう悲鳴がねすっごいイヤモニに入ってきて、やばいみたいな、キャーみたいなっていうイヤモニにめっちゃ入ってきて嬉しかったですね。隣扉だと毎回緊張する、確かにうちら結構ね客席登場が多いからね、お立ち台のバミテープ見てみんなざわざわしてたそれざわざわするよね本当に、嬉しい。まあ次の埼玉スーパーアリーナはどんな演出になるんでしょうか、楽しみに待っていてくださいねスタッフが細いロープ出してきたら確定演出、そうだね、それこそキャーって聞こえちゃう。じゃあ終わりますありがとう見てくれて、お昼みんな休憩中とかだったよね、ありがとう。じゃあランキング読んでいく、1位がしおりちゃん、2位がおまめちゃん、3位がめぐちゃん、おめでとう。銅メダルと銀メダルと金メダル、4位がりょっきー、5位がキララー、ねえ決まった、キララちゃんちょっと待って、そうキララちゃんなんかぶちバスしてたよあの私のヒロインのセリフ集がめっちゃリツイートされてて、しかも怖かったのがこうやって見るじゃん、えめっちゃリツイートされてると思って陰律を見たら、なんかめっちゃ陰律されてるのになんかほぼ鍵垢みたいな感じで、え怖い、メンバーのその子のメンバーのなんかファンの方が、え全然似てないんだけどなんか誇張してないって言ってんのかなと思って、めっちゃ怖かったの、えと思って、でもなんか大半はめっちゃ似てるみたいな、翔子似てるみたいな感じだったんだけど、えみたいな、しかもさめっちゃバリバリお風呂上がりのすっぴんでやっちゃったからさ、もうほんまに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 私もおすすめ出てきたのよ、それがあのよくさあの下におすすめ動画みたいなやつでさ、なんか 1.7 万円回線みたいなやつ、えめっちゃなんだろうと思ったら、わしやないかいわしやないかいって思ってね、ビビリ倒しましたあ、鍵垢の人たちはみんな爆笑してた、あ、よかったよかった、ちょっと本当に申し訳ございません本当に本当に申し訳ございませんね、あのすいませんすいません、あのびっくりです、私もあんなにまあまあバズるとは思っておらずビビっちゃいましたあのランキングで、ね、キララちゃんでしょ、あちょっとなんか順位変わってんね、4位がにゃんこさん、5位がりょっきー、6位がキララ、7位がせいか、8位がさら、9位がはるき、
10が元子、11が半熟、12がゆうき、13がサナ、ありがとう。いや本当にありがとうございますじゃあ終わるね、またね、バイバイと見せかけて、皆さんお支払いの方ぜひよろしくお願いします。私もあのね、お支払いしてきたんだ私もお支払いしてきたんですよ。なんだと思います？はい、私はもうサウナハットをねたくさん買ったんですよそれのお支払いをちゃんとしましたので、皆さんはぜひお支払いの方をね、あの忘れすぎるとあの本当に当たりにくくなっちゃうから、券とかが今日の23時までですからね、皆さんわかりました？はーい、じゃあぜひよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。